はい、どうもこんにちは、タイガーと申します。はい、早速ですね、本日もポケモンをやっていきたいと思います。本日もというよりか結構ね、久しぶりなんですが、まあね、ポケモンの方やっていきたいと思います。はい、今回紹介していくポケモンは画面に出ている鉄の毒牙でございます。鉄の毒牙のこだわりメガネ持ちってことでね、まあね、特攻出力値がバカバカ高くて、素早さもめちゃめちゃ高いと。はい、これでね、メガネを持たせることによって、まあ相手をね、確一とは言わない、確二ではね、確実に持っていけるのでめちゃくちゃ強いんじゃないかと思って、今注目されているポケモンでございます。まあね、ちょっとね、防御の出力値、収録値が低いので、まあね、クエストバトラーと、併用して、リフレクター貼ってバトンタッチして、で素早さも上げながら、上からね、投げていけれるようなね、環境整えて、まあね、炎の前レーン出してとかね、デフトをこう上げながら、戦っていきたいと思っております。まあね、タスキ持ちいてね、止まってしまう可能性というのがね、リフレクターによってね、なくなるんじゃないかと思っていますので、はい、試合の方やっていきましょう。はい、やっていきましょう。はい、鉄の毒牙を出したいだ。これクエスパトラ初手でいい気がしますが、どうなんでしょうかね。クエスパトラヘイラッシャー鉄の毒牙か、モスの方がなんだろう、何してくるんだろうな。モスの方か、でしょ、特殊がクソ強い、特防がクソ高いやつ。いや、ここね、これでいい気がするんだよな。物理はね、全員ヘイラッシュで抑え込めるので、はい、あとは、モスのをね、どうするかですよね。まあ、そこはクエスパトラでやってもらうしかないかな。はい、ってことで、やっていきましょう。さあ、鉄の毒牙をね、動画化させたいがためにね、今のところ結構頑張っていますが、まあ、いい動画が今のところは撮れてないです。ああ、イルカマンですね。いいですね。ここはね、もう迷わずグミコナですね。クイックダウンをしてこようがどうでもいいです。あー、オッケーです、オッケーです、オッケー。さあ、さあ、すごい。さあ、これで、下がっちゃうタイプなんだ。じゃあ、ここは、テラスタルしてもいい気がするけど、テラスタルしてもいい気がしますね。テラスタルゾーンなのか、絶対あれ打ってくるだろうから、テラスタルしてグミコリっすね。はい、多分これでね、相手がシャドウボール来てくるんで、確実に。で、まあ次倒せます。え、OK。 さあ、どうする、君。まあここはね、特にないので、ルミコリで落ちて耐えるんかーい。いえ、シャドーボールってくんの、なんかこだわってたんかな、スカーフかな、もしかして。ここは、じゃあ、リフレクター貼っちゃいますか。はい、ってことでね、これで、なんだこれ、クエスパトラが強いのか。
こはじゃあルミコナで、さあ相手が打ってくる技が教えてほしいですね。多分ね、イルカマンだと思うんですよ、ここは。あー、アバタク神なんだ。じゃあ、ここね、バトンタッチしちゃっていいかな。複合130あるもんね。複合95しかない。けど食ってんだよな、地味に。まあバトンタッチいいよな、バトンタッチしましょう。で鉄の毒が出して、いやムーンフォはそんなに効かないよね、残念でしたと。でここはヘドウェーブ、ヘドウェ、ヘドロウェーブ、ヘドロウェーブがいいと思いますね。多分ムーンフォを、いやヘドロウェーブでいいなこれ。あーいいっすね、引っ込めてきますね。さあ大丈夫ですか、いるかもなんか出して、死にませんか一発で。メガネですよこっち。ダイルウェイシティどうか。まあまあそこはどうでもよくて、まあヘイラッシュでいいんすよこれは。はい、まあ多分勝ちっすね、さすがに。今戦闘で、ほんで、で相手ができることは、なんだろうな、まあ、ここウェーブタックルでいいんですよね。天然って知りませんか、あなた。多分次死ぬと死ぬ。天然を知らないようだ君は。嘘でしょ、天然知らないなんてある。なるほどね、そういうタイプ。防御は関係ないんかな。いや関係あるよな。どうしよっかな。なんであくびがポイント全部開き切れてないんだ。雪流れでもいいか。いや変わんねえな、どうしようかな。まあウェブタックルでいいですね。さあアバタクカムを出されていく。さあ強いですよヘイラッシャさんは。さあ、エフェクトが出ないということで、さあここ相手はかなりタクなんですが、ここはね、クエストバトラー出していきまーす。ルーンフォースを打たれても OK です。あー、OK です、OK です。強い。
これで勝ちかな勝ちかな、全然勝ちなんですけど、まあ、ここルミコリでよくて、さあ残念でしたと。さあね、まあ鉄の毒が強いというよりは、なんかクエスパトラが強かったかなとは気がしますけど、まあね、やっぱりね、高火力なところで鉄の毒がっていうのもね、かなり活躍してたんではないかなと思います。はい、ということでね、はい、次の試合行ってみましょう。はい、ではね、対戦相手の方決まりましたので、やっていきましょうか。バトンがめんどくさいんだよな。バトンがめんどくさいんだよな。バトンがめんどくさいな。あのクソバトンがめんどくさいので、それをどうにかして止めたいと思います。で多分ね、ロトム鉄の毒が、いや、これも初手から鉄の毒が出してぶっ放しちゃってもいい気がするけどな。はい、まあでも相手電気がいないから、そこだけはいいっすね。でまあヘイラッシャでいきますか。はい、これで多分やれるんじゃないかなとは思いますが、ドラファルトにもね、ヘイラッシャ多分、うわ、でもね、後投げでは多分対応できない気がするけどな。さあ、小さくなるバトンというね、クソキモ戦法がめんどくさい。ああ、よかった、セグレイブで。ここはボルテンでいいですと。ここね、氷の全てで先生が出てくる人は偉いと思います。なかなか、まあいいダメージが入っていく。ほんで、ほんで相手なんだ。そんなチャッチー技はね、いませんよ、さすがに。さあ、ケストが出てこない。さあ、ここは、雪なだれでいいかな。ただ裏を見てみましょうということで、裏が何でしょうかね。さすがに、なんだろう、わかんない、わかんないから雪なだれでいいや。ラウドボーン来るんだ。そこはどうでもよくて、ラウドボーンなんてね、じゃあ一回様子見の守るをしましょうか。あーですよね、鬼火ですよね。
はい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 。ミリなら。ミリか。ここね。鉄の毒が出しちゃっていい気がするけどな。まあ炎なんで効かないと。さあ意味がないですよということで、ここねどうしよっかな。放電じゃなくてヘドロウェーブで毒狙いでいい気がするけどね。込めてくる。マリルに来た。うわこれ毒ヘドウェブなんですよね。ダウンウェブでしょ。はい強い。はいバカ。相手アホなんでね。さあラウドボーン出してくる。ここ毒狙いでウェーブっていい気がするな。結構食らいますね。愛毒これ狙いなんですよ。で相手はフレアソング。これはどんどん狙いですね。じゃあ一旦引きますか。ヘイラッシュに。そうね。いやロトムでいっか。ロトムで放電しまくって、いやー違うな。ここはヘイラッシュでいいや。関係ない関係ない。でもう一回出して、いやもう一回出すとそれまたきついな。さあまあこんだけしか食らいませんよ。そうやあくび効かねえやこいつ。これはやばい。やっべったおん。あでもね次鬼に打ってくるはずだから。はあ回復してくるので、ここはロトムでいっか。ロトムでいいっすね。あーいっす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 よ。全然関係ない。じゃあトリック打ちます。トリック打たせていただきます。これ引っ込めても全然よろしということで、さあ相手は食べ残しじゃなくてスカーフを手に入れていく。おにぎりなんてどうでもいいんだよ。もう一生にでしか打てないですねあなたは。じゃあここはもうどうでもよいのでハイドロポンプで終わらせますかと思ったけど、相手を引っ込めてくるんだ。それ引っ込めてくるんだ。出てないじゃん。あ出ていくぞかな。正直どっちでもよかったこれは。で相手は、まあ、ここはヘイラッシャーでよくて、多分ちょっと気持ち予想だけど、多分ちょっと気持ち、スララバリなんてすいませんよそんなもん。いやダイスなんだ。ありえないありえない全然ありえないよ。
さあ、食べ残しが2人いる状態なんですが、ダイスってことは理由もあるのか。じゃあここウェーブタックルでいいや。引き詰めてくるでしょ。オッケー。アムロボーンが出てくる。さあ、どんどん相手をいじめていくと。じゃあここはね、もう一回ロトムに引きましょう。まあ鉄の毒牙がね、あいーってことでね、鉄の毒牙最強ということでね、はい、今回紹介していきました。皆さんぜひ使ってみてください。ではさよなら。